こんなすぐ怒られると思えんかったな。まあね、虚勢張る生き物ですからね、男はね。そうやね、基本的に今日あれや、マナちゃん来てへんやろ、これタイミング悪いわ。いや、まあそうなんですよ、確かにタイミング悪い。今日俺ほんま弱ってるふりしてきてさ、周りがこうやねん、はい、弱っちゃったよっていうので、はい、なんかほんまに胸に顔うずめさせてもらうかな。あー、なるほど、いいチャンスかもしれないですよね。なんかやっぱそこはな、はい、あの俺に全く恋愛感情がなかったとしても、女性としてなんかこう、はいはい、受け入れ、そうですね、赤松さん呼ぶ？それダメですって、その呼び方ダメなんですって。赤松さん寂しい。いや、それ絶対ダメですよ。はい、でそこでなんか昼飯食ってた今。いや、ほんまにそれこそ今日ね、あのちょっとだけ入る前に松浦さんとお茶させてもらってたんですよ、うんうんうん、下のカフェで。うんうん、あ、そういえば今日マナちゃん休みだよみたいな。うん、どうする？うん、赤松さん呼ぶ？使えないやつやな、あの松浦さんっていう人も。マナちゃん引っ張ってこいよ。いやいやいや。松浦さんも言ってましたよ。どうする？赤松さん呼ぶ？ただの女好きから、ね。ね、ただの女好きやから、ね。うん、いや、そうですね。まあおしゃべりはしたいんですけどね。いかんせん普段あのマナちゃんが来てから。あのコーナーも1回で終わってますし、うん、そういうのがあるからこんな時だけ呼ぶっていう状態になるじゃないですか、今呼ぶと、うん、またその都合のいい女なんでしょうみたいなこと言われますよ、やっぱり。そうそう、だから普段からやっぱちょいちょい、うん、あ、でマナちゃんがいる時、嘘でもって言ったらあれやけど、マナちゃんいる時呼んだらさ、はい、やっぱちょっとなんかちょっとピリつくやん。一回ありましたよね、あの一回ちょっとピリついたやん。ちょっとだけ健康さんが気遣いあったやつっすよね。そう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 。確かに。あれはそのやっぱ女性やもん。どこまで行っても。やっぱりね。うん。そらちやほや、うん、俺らがさ、違う人してたらさ、はい、そういう女の人だけでやっぱりあると思うよ。うん、何さは。そうすね、確かにね、うん、まあほんであんだけ天ガチャその番組でもってこう赤松さんをよいしょしてたじゃないですか、うん、ブースに来たらそうですよ、ね、やれときめいて、うん、なんかざわついて、うん、ざわついてしてたのにやっぱり愛菜ちゃん来てから、うん、赤松のあの字も出えへんようになりましたもんね、やっぱり。でも今のこの俺のテンションので物事頼んでほんま赤松さんなんかね、あのほんまにお願いしたらチンチンぐらい洗ってくれへんかな、もう。赤松さんの赤松さんおった。あ、お、ほんま、あ、赤松さん、俺ちょっと今なんかね、まあなんてことないんですけど、すっげえ寂しい状態なんですよ。チンチン洗って何言ってるんですか、ちょっと面と向かって。そっから先は何もしないって約束します。そっから先は何もしないと約束します。赤松さんがそっから1000超えることは一切僕はもう感知しませんし。ほらもう怒ってますよ。怒ってますね。そりゃ怒りますよね。いや俺あんな怒ってる赤松さんの顔初めて見た。やばいやばいやばい、マジで怒ってる。そりゃ怒るか、怒るか、はい、怒るか、はい。どうかしてどうかしてますよ。どうかしてるね、はい。そうですね、失礼です。失礼やな。はい、うん、確かにちょっとね、あのちっちゃ失礼やわ。ちょっとその身を委ねすぎましたね。まあ男の弱さ見せたってとこかな。でも普段虚勢張ってるね。はいはい、普段は、うん、虚勢張ってるけども、虚勢張ってんのよ俺なんて。肩で風切って、はい、港町からセブンイレブンでコーヒー買ってきて、はい、お前沢のお通りだいと。そんな俺の弱さ見せた。これに女性弱いって聞いてますよ。なるほど、はい、いやいや、めちゃくちゃ顔怒ってますよ。いやでも赤松さんほら、自分の動脈押さえてるよ、あれなんか鼓動を確認、動脈の動きを確認してたんじゃない。心拍が上がってきてる。首の横ずっと押さえてた。さっきのはちょっと正直腹立ちました。チンチン洗わない。チンチン洗わない。言わんでって。チンチンって言うと。なんか、中国エステか、ここ。チンチン洗わない。私。チンチン洗わない。マッサージだけ。あったかいお茶飲んで帰りますか。中国エステなんで。行きたくなってきたな、中国エステ。最低やな、この人。なんでよ。いや、そ
その連想憧れやろ自由人は。いやそうです自由になりたいってみんな言ってんちゃうか世界中の若者たちが、はい、いやそうですよ自由にはなりたいですけどね、うん、その赤松さんにチンチンあの手からの最後中国エステ行きたいの結末はダメですってそりゃそうやね俺はもうほんまにねあかんねぶっちゃけた話するとねもう一回抜かな正常な考えならへんねんもう一回抜かなあかんねん俺ってほんまに、はい、ラジオもう人とまともに接せられへんねん性欲一回なくさな今日はちなみにまだなんですかまだああじゃあダメかじゃあダメかやれじゃあダメだいやいやそれも危ないっすって危ないね、はあ、ギリギリの状態でラジオなんかでもほんまおかしいねんなその結婚ラッシュといい俺、ま、ちょっと気づいててんけど、はい、なんかこの天賀ちゃんの投稿もさ、はい、なんかいや彼女とみたいなまあ確かに最近多いですね新しいプレイにみたいな、はあ、いや待て待てお前ら半年ぐらい前まで変な女にばっかりしてたやつらがなんでパートナーできていってんねんっていういや確かにほんまにカップルのなんか投稿多いっすよねなんやねんこれそうですねもうどうなってんねん世の中甘いんちゃうお前ら何を寄り添って生きてんねん独り立ちせえ今日からこのバイボのプレゼントやめや、はい、あカップルで使うやつですからねこれはもうおかしなってるんだよちょっと本当に帰ってこられへんとこまで走ってもうてちょっとまずんで一回抜いてきますいいかないいかなやないねなんとかアインシュタインでなはい健康さんの抜き待ちいやいや今抜いてあるかなと思ったら近いし大黒橋越えたらなんかそんなあるやんいやいや外出ていこうか便所かなんかで済ましてくださいよしっかり外出ていくつもりっすかいや便所でベモン坂さんの便所で赤松さんトイレ行きます何言ってるんですか本格的に怒りますよ笑ってたわほんでパッと見たここは笑ってくれるもんねえ本当に、ありがとうございますちょっとメッセージ行かせていただきますはい行け行け、はい、岡山県のラジオネームジャケーの国のロックスターさん24歳の男性の方からいただきました何やつやケイコバさんアインシュタインのお二人マナさんこんばんはこんばんはいつも通勤中にポッドキャストで聞かせていただいております小生可愛しもしのぐほどのギャル好きであり先日もクラブにて手頃なギャルを調達し常時に及びましたほらなんやねんうまいこと言ってるやつばっかりだよこれそうですねほんまにこんなタイミングで何やそれ私好みのマスワカ翼をちょっとぽっちゃりさせた感じの子でしたそして翌朝起きてホテルを出た時ある異変を感じましたいつもは戦闘態勢以外の時は申し訳なさげに顔を隠している我が愚足がずっと顔を出したままなのです一瞬何が起こっているのか分かりませんでした、うん、私がぐっすり寝ている間にギャルが私に割愛を施したのかそんなことはないとしてもあまりにも興奮しすぎてパンパンに張り上がった人が収縮することを忘れているのだろうかそしてあの日からまだ向けたままなのです興奮と刺激はどんな治療よりもよく効くのである私はこの経験を通して気づきました皆さんにもこのような奇跡の生体験があれば聞かせてくださいまたうまくいったやつのほんまやねほんまにでも こういう類のやつ多いですよねほら地球壊れんねんってもうなんか本能的にみんなせめて最後は2人でみたいな1人では死にたくない俺は戦うぞ大丈夫ですよ現場体制みたいなことなんねやろ今から春マゲドンが接近してんねやろこの感じは俺は戦うぞ大丈夫ですよ味方がいてますよ健康さん目の前に戦いましょういいなちゃん何の優勝やねん向けたまま戻らないね。すごいですね。こんなあるんすね。24歳で向けてなかったらもう向けてない人やもんね本来。そうですね。普通に成長期のあれで考えると。ねえ。こんなことあるんすね。ねえ。いやでも大切なもの失ったかもな。あら。ジャケーの国ロックスター。どういうことですか。まあ俺も中学生の時にさプールサイドで急にズルンって向けてそのまま失神した思い出がある男やねんけど。言ってましたね。その前に俺あの川使った遊び結構やってて。はい。ほんま危ない遊びが絶対真似せんといてほしいんだけど、はい、川をさ、風呂場行って、はい、蛇口にかぶせて水道キュッて開けてプッてなるって遊びして危ないって言ってこう後ろに飛びのく遊びしてたんだよたまにおかんがあんた風呂場で危ないって言ったけど何かあったのみたいないやちょっと焦げかけてん
いや理科室であのゴム手袋でなんかそんな遊びしましたけど、チンチンの皮でやってた1週間ぐらい、あぶないってほんま一瞬ポンってなるからなあれ。うん、あの遊びでけへんもん。ジャケイのクリームボックスだ。宣伝でしょ別に。ざまみろ。ジャケイのクリームボックスだ。向こう別に響いてないでしょうねこのざまみろ。